仕事でキャバに連れて行かれた旦那。信用してるので浮気の心配とかしてないんだけど。キャバのトイレから、キャバにいる謝罪メール&。早く帰りたい。こんな時間あるなら家で嫁ちゃんのご飯食べてゆっくりしたい。ってメール来て可愛いやつってもだえた。帰ってきて、旦那はやや女性に対してコミュ障なので。キャバの人と何喋ったの？って聞いてみたら。いい人だったけど、別に話すこともないし嫁ちゃんの話してた。いい奥さんだねって女の子も言ってたよ。って言われてキャバで何やってんだと笑ってしまった。一見ぽやっとして頼りなさそうだけど、飲み屋で旦那の親友が酔っ払いに絡まれた時とか、私が街で変なおっさんに難癖つけられた時は、草食動物から変化して、結構鋭い目つきで追っ払ってくれる、いざという時は頼りになる旦那です。普段は日だまりでのほほんとしてる草食動物そのものだけど、ギャップがなおさら良い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。